はい、今日も、再び、たわごとトークセッションの時間がやってまいりました。昨日に引き続きヒーリングのアトリエ、外で幕屋の中でお届けしています。後で、中の方にちょっと映りますが、まずはこの昼間の太陽の当たる丘というんでしょうか、そんなところからお届けします。でリリが昨日いっぱい走り回って音がうるさいということで、リリは今日は湯沸かれてしまっております。あと皆さんがリリが見たいという方も、ゴールデン好きの方々からリリが敷地が広いのでどっか行っちゃうんですね。そも二度と帰ってこないというか、敷地の外には出ないんですけど、いろんなところに行ってしまうと映らなくなってしまうので、リリみんな見たいってよ、リリのことね。この毛のね色が可愛い。お目目のところになんかついてるよ。はい、昨日のねご質問すごい山のようにいろんなのがあったんですが、続きということで今日はお届けします。個人の野心と全体の野心、分離のことですね、に従わない。じゃあ何に従うのか、天万物愛に従う、正義に従うっていうね、そういうことが今日のテーマだそうです。質問、自分の自我の要求とか代々続く信念体系、それをカルマというならば、それによって生きるのではなくて万物や神の意志で生きることが大切だとマースさんはおっしゃっているように思います。自我の人々や分離の人々、分離自我の団体や個人の支配の中で生きることも良いことではないとおっしゃられているように感じます。そのことについて語っていただけないでしょうかということで、非常に深い、そういう時代なんでしょうね。僕もあんまりちょっと世の中のことをちゃんとしっかり分かってなくてあれですが、こういう深いご質問が最近急に増えてますね。もうおっしゃる通りでですね、若き日にね、自分の欲求でいろんな飲食とかですね、カフェバーとかですね、いろんなものを作ったりとかですね、芸能的なことでも自己拡大自我と、ある意味でそういう欲求に従って事業をやっていた時期があるんですね。やはり必ずうまくいかないんですね。で、学生ツアーという旅行もやってましたんで、それで与論島に1万5000人ぐらい年間送ってたと思うんですね。その時はナッツベリーとオレンジペコ、レオ、エリー、いろんなブランドの旅行をやってましたんで、その時に与論島で、の方々たちから陳情されて、もっと人を呼んでほしいと。ただ施設が老朽化してるから、じゃあどうしようかというようなことでご相談を受けたんだけども、その時にビーチで倒れまして、いろんなことがあったんですね。それで自分はその時に啓示というかですね、そういう思いの中で、島民を助けたいと思うような電気体、素粒子体というんでしょうかね、電子体の方とですね、コミュンして、その方の意思、島民を助けたい、世話になってる、愛しいということですかね、その方のそういうことで手伝えということでですね、お手伝いしまして与論島に
プリシアリゾートっていうのを作ったんですけれども、もう全くだから自分はやりたくもなかったし、あのそのだけの力もないですからね。その当時はまだ23歳ぐらいですよね。青年実業家といってもですね、そんなあの大きなリゾートを作るような力はなかったと思うんですけど、だから思いもしなかったって言った方がいいかな。でもその人の電気隊のその人の、まあ、その人は与論島の、まあ、アジェンチェっていう、まあ、王子ですね、まあ、そういう神社があって、その方とあのおじいさんのユタの方とっていうかね、まあ、通して、まあ、その後いろいろお話もしましたんですけど、まあ、そのことが言いたいわけじゃなくてですね、その初めてですね、自分の年俸期待要求でない人というか電気体正義の民を守りたい、民を愛している、民に感謝があるっていう方のですねお手伝いをしました。でそういう時には自分がやってないというんでしょうかね、まあ、今も最近はまあイザイヤさんの思いでやってますから、そういうこう全く何て言うんだろうな、無自我野心、自分の欲求でないっていうことを体験したんですね。でその時に本当に奇跡的にいろんなことがうまくいくっていうかですね、まあ自分でやってる感じがすごくしなくてですね、まあ、そういうことについてこの方はおっしゃられていると思うんですね。自分がやりたいことでもない、自分が望むことでもない、またそういう自我の強い人たちの、そういうリーダーが自我のからやってる団体や組織の言うことを聞いてるんでもない、愛の人というか万物民を思う正義の愛の人の手伝いをするというね、いうことを体験してしまったんですね、23歳の時に。でそれ以外の授業はみんなね、うまくいってないのに、それだけが大変な、多分いまだにずっと何十年も経っても、豊かにやってるんだと思いますね。今三井が持ってるんですかね、まあ、昔僕が作った三沢社長と一緒に作った今はリゾートソリューションっていうのかな、リソールホールディングスっていうのかな、今はまあそれが持ってると思うんですね。まあどっちにしてもですね、そういう若い時にそういう野心のない、自我の野心のない事業というのをですね、でまあいろんな経営者の方からもいろいろとご相談を受けるんですけども、天が望むこと、万物が望むこと、民が望むこと、ね、民を滅ぼすとか支配するとか、民を管理するとか、民から奪うとか、そういうのはダメですね。みんなが、民が幸せになる、世の中が幸せになる、動物たちや 花や木や大地や海や空が美しく幸せになる、そういう事業をやらなきゃダメですね。そうすると万物が支援をして、万物の支援を受けれると。でまあ昨日もちょっとお話ししたんですけど、償いということですね。素粒子として分離を信じて何か悪いこと、分離のことをやってしまった場合、自らを決して許さないですね、素粒子体は。でなぜかというと、そこで償わないと永遠の命を失うからですね。だから自らを分子レベルで罰していく、まあ、昨日もちょっと悟りを開いたんだけど、囚人の方が死刑に自分をすると
いうのもですね、そういうことだと思うんですね。償う。で、人は愛ですから、悪いことをしたとしても、悪いのに参加したり不正に参加したとしても、その方たちがですね、自らを罰することで、償うというシステムが働くんですね。で、そのことでそれほど誠実で、それほど愛があると言ってもいいと思うんですね。宇宙というのはですね、そしてそれゆえに、なんていうのかな、どこまで行っても愛だ、この世界は愛だと僕は言うんですね。世界に悪いやつがいるじゃないか、愛じゃないじゃないかって言われて、よく言われて叱られるんですけれども、そうではなくてですね、そういう宇宙システムの中で、素粒子システム、なんて言うんでしょうか、電子システムですかね、電子体としてのシステムとして、分離を信じて、そこから自我の野心や野望、要は自我の終焉を営まなかった、分離の終焉を営まなかったということでですね、自らを罰する、間違えた、失敗した人生を誤ってしまったと、それを償うという、そういうことがですね、知られてますね、その古代から。ただそれは知られているんですけど、人類がそのことを知らないで分離社会を営んでいて、喧嘩、競争、比較、闘争、争い、支配、隷属、恐れというような社会を形成してしまった場合、誰もがですね、分離の方に向かってしまうと。そうすると破滅に向かい、罰することに向かい、償うことに向かってしまいますよね。ですから、まず先に人類が一体性を学び、愛を学び、つながっているという科学、一つであるという科学、素粒子の仕組み、癒しろと汚れ、古代日本では言われてきた電子の動きですね、パイと言われてきた電子のきれいな回り方、癒しろについてを知る必要がありますね。そして一体の世界から誤作動すると、ブレると、それを罰したり目覚めさせようとする力が働くということをですね、人類は今こそ知る時が来たと思うんです。だからこの個人の野心、自分の野心ですね、野望、自我、分離ですね、だと全体の、または団体とか、なんて言うんでしょう、家族とか、分離ですね、分離の野心には従わないと、繁栄と成功と幸せと祝福と脳内物質のいい形、全ては何によって行われるかといったら、天の望む生き方をする、万物の望むことを尽力する、民のために、万物のために、大地のために、空のために、寺のために生きる、これが真の成功の法則であり、真の幸せであり、そこになっていったら、みんなが自らを好きになり愛することになると。だから個人の自我の欲求、念望、期待、また自我の人たちの集団の念望や期待に沿わない生き方、じゃあ天や大地や愛や動物たち、花々、万民、民、全ての人にそのために生きる、この時人は幸せになるんだと。なぜなら人は愛で、万物で、一体で、全てであるからだというふうに思います。それではマースのたわごとでした。またお会いしましょう。